つまりハルは阿部先輩の弱点を見つけて周囲にバラそうってわけ？そう、男には隠しておきたいことの一つや二つはあるからな。じゃあどうすれば？大丈夫、ハルが幸せになればいいの。そしたら勝ったことになるでしょ。ねえハル、私と恋人のふりをするっていうのはどう？嘘でも好きな人と付き合えるんだよ。それって私には利益しかないじゃん。ダメ？いいけど。もうさ、お姉ちゃんに素直な気持ちをぶちまけちゃいなよ。クロ、これやばいって。何が？分かってるくせに。かわいい。かわいいのお前じゃ。一応既成事実作るためにシューでもしておく。ちょ、クロ、なんで我慢してるの？私はもうこんななのに。ずるいな。